松田選手の 200m バタフライについては、前回のオリンピックもひょっとしたらっていうようなレースを仕掛けてくれましたけども、私たちからすると前回のオリンピックよりも非常に強く、あ、ひょっとしたらっていうシーンを見せてくれるんじゃないかという期待をしています。今回のオリンピックではフェルまあ、ハンガリーのラースローシェー選手もおそらくライバルとして出てくると思いますが、世界選手権の時にちょっとこう抜け出したようなですね、感じのレースをし、一方ターン後にフェルプスに追い詰められるんじゃなくて出る、というレースができると